が実感できてた。お見事お見事。あよあよ、それほどでもないよ。ごめんなさい皆さん、本当にごめんなさい。僕たちイタリアにいるママにやれたって病気だから。そう、だからどうしても行きたくて。夢なんです、あの店にニューヨークに戻ることが。でもお金もないし、どうしていいかわからなくて。それで密航したってわけなんだね。はい。でも密航は悪いことよね。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。どうしようミッキー、やっぱり次の宿で渡すしかないかな。ちょっと待ってくれ、わしらはそれには反対じゃ。そりゃあこの子たちが悪いことをしたかもしれん。でもそれ以上に良いこともたくさんしているのじゃ。この子たちは若い人に囲まれて気遅れしていた私たちに勇気を与えてくれましたよ。本当に良い子たちですよ。彼らは退屈な船の上を明るく楽しくしてくれたよ。僕も勇気をもらった。そのおかげで子はこんなにチャーミングな女の子とも知り合えたんだ。そう、私の夢も叶えてくれた。だから今度はわしらがこの子たちの夢を叶えてあげる番じゃないかと思うんだが、皆さんどうかな。ねえミッキー、2人をママのところまで送り届けましょうよ。そうだね、こんなにお客様のお役に立ったんだから、2人はもうすでにこのクルーズの一員だ。ねえ君たち、名前を教えて。トニオです。マリオ。それではトニオ、そしてマリア、今日から君たちに
ワーザウェイブ、お楽しみいただけましたか。この後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。 Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed Over the Waves. And now, please enjoy the rest of your journeys here at Tokyo Disney Sea. Thank you.